はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。毎日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はいはい、今日もね2度目です。ディズニーランドに来ております。来てます。はい、でここね、これもう本当に2回目だと思う、うん、この企画自体もね、そう2回目なんですよ、ね、やろうかと思って、うん、前要はさ、うん、失敗したじゃん。あの右多いわーって突っ込んで終わったやつ。そうそう、あれね、好評だったんですよ。今後このセカンドチャンネル的なやつで、はいはい、あのセカンドをやりたい。企画セカンド、復刻版。そうそうそう、強く経験を生かしてやったらもっといいのが取れると思ってやっていきたいんだけど、はいはいはい、今日はあの新幹線でやったランニングアプリあるじゃん。あるね、あの GPS で追うやつね。そう、うん、だから GPS オンにして、うん、ランニングアプリオンにして、うん、でスペースマウンテン乗ったら奇跡がね、地図になると。なぜそれを思いつかなかったか。それやって、うん、しまいにしようかなと思って、この企画の完全版を作って終わりにすると。そう、うん、じゃあ今から乗るから、うん、その時に GPS 機能をつけたまま。そう、ちなみに、うん、多分出すと思うけど、ビッグサンダーマウンテンとスプラッシュマウンテンはもう地図作ってあります。だから、もうできる。うん、ただやってみます。はい。間に合わないです。だよな。ごめんごめんごめん。電波が悪いからな。やっぱ電波悪いよな。電波が悪いからちょっと遅いです。でも意外と滑らかか。いや、まだまだです。ああ、大津。普通に楽しい。今日早くない？早いっす。今日早いよね。今日早い。そういうのないだろ。危ないって、これすごいよ。ちょっと危ないって。なんか、おい待って待って、全然違うんだけど。やだやだ、行って。よかった。はい、じゃあ俺行くんですか。帰ってきて、はい、あのちょっと2人から謝んなきゃいけない。ポーズが悪いんだけど。なんでだって思った。絶対違います。悪いことじゃないよ絶対。いや悪いことよくないんだ。中入ってすぐなんだけど、GPS がね通じなくなっちゃった。あ、そういうのあんだ。ビッグサンダーマウンテンとスプラッシュマウンテンはその GPS ビザーできたのね。ここだけじゃできないんだ。もう全然入んな。あ、そうなんだ。じゃあまあそんな感じですか。まあ、地図作れないってことなのかな。まあ、ちょっとね、この案どうすかっていうのちょっと皆さん言ってください。これちょっとチャレンジしていきます。僕らこのまたお会いしましょう。はい、ロボ、ロボじゃん。ロボじゃん。